まあ、第1クォーターなかなか取れない神戸としては第1クォーターを取っていきたい。現在勢いに乗っています滋賀、ドリブルで上がってそのままドライブから決まりました。ここは決まりました。前節は欠場していたんですがまたこのコートに戻ってきました。そしてモータムです。最後は24番のジャスティン・バーレルです。さあここは15番ラベナ、決まりました。速攻でした。森山、モータムに、モータムそのまま。最後は田原、そしてバーレル、最後バーレル長身、2m4cm ペイントエリアの大黒柱ジャスティン・バーレルが決めていきます。谷がつく、あ、最後は切り裂いていきました。背番号12番のブロックモータム、まだチャンスが続いている。一旦12番のモータムに、そしてモータムそのまま来た。最後は背番号24番のバーレルです。サイドが変わって左から右に攻めていきます。今ボールを持っているのが滋賀、左サイドからの3。さあここはしかしキャロライン強引に来る。そのボールリバウンドのボールを取って、そしてロンパス34番、最後は枠側決めていきますだけれども、このボールリバウンドは11番のナイジェル・スパイクス。あ、しかしここはまた滋賀ボールになった。最後は4番のクリーナーだ。つないが、これは入りません。12番モータムから、さあここは決めた。最後4番クリーナーダンク。そしてモータム、ここで3来る、決まった。そしてモータムに追っている、トレイポーターが追っているが、ここは決まりました。2ポイントシュートで同点、3が出れば逆転というシガレイクスです。ここは押し込んだ田原、バーレルに、バーレルが3でいく、決まります。バーレルが3でいきました。